ワースト10、発表される。なんと首位阪神の二人がワースト3にいる。羽も似たようなもんじゃん。ノイジーとか言うのほんま。ほとんど試合出てないアキーのやべえだろ。ノイジーって阪神ファンが持ち上げてるけど普通に外れだよな。持ち上げる意味もわからん。シンプルに成績見ても悪いし。擁護される理由が倉本と全く一緒やで。阪神よくこれで勝ててるな。守備考えたら死ぬほど叩かれても長岡が入るわけないんだよな。佐野の守備がボロクソに書かれててさ。ひどい。佐野がこの数字って守備どんだけヤバいんや。佐野あんだけ打ってマイナスなんか。佐野って毎年守備ヤバいのに、改善されるどころか年々落ちてないか。そもそも一塁線を無理やり外野に使っとるからな。今年は一塁の守備もあかんけど。リーグ平均以上の打撃力があるのに、おーマイナスの佐野が一番やべえだろ。パッと見の見栄えは良いから外せない。少ない出番でマイナス稼ぎまくる外人勢強すぎるやろ。打てないやつばっかだし、NPB 来るようなの基本守備ダメだもんな。ノイジーはそろそろマジできついわ。外人ばっかやんけ。もうダメ、外人しか来ないなほんと。D の林マジでヤバいからな。1ミリも打撃のセンス感じないし、守備も言うほど上手くなかった。新外人ばっかやんけ。アキーの短期間でここまでマイナス積んだのすごくね。ほぼ三振だし、守備でもエラーしまくるから当然。 D もやべえな。ノイジーはいいとこで打つから許されてる。ほぼ試合出てないのにめちゃなう。王のアキーのすごいな。梅野とノイジー使ってるのによく勝ててるな。ノイジーも梅野もこの指導でも擁護する阪神ファンかなりおるからな。ノイジーは守備はそこそこだから。サノス、ディフェンス、イズソーバット、白身。